ドルフィン沿岸警備隊の RD-2。1932年6月。ダグラスドルフィンダグラスドルフィンは1930年代にダグラスエアクラフトが開発した水陸両用機である。58機が製造され、個人向け用途や民間航空路、軍用輸送機、海難救助機として使用された。ドルフィンの原型は1930年に製造されたシンバットで、これは 陸上運用用の車輪を持たない純粋な飛行艇だった。シンバットは個人向けの高級エアヨットとしての需要を狙って企画されたが、折からの大恐慌から需要はなく沿岸警備隊に売却された。ダグラスはシンドバットを1931年に水陸両用に改良してドルフィンと改名したが、それだけでなく他にも多数の改良が行われ、 全長は1フィート以上長くなり、尾翼やエンジンナセルや主翼も変更があった。最初の2機はウィルミントンカタリナ航空に売られ、ロサンゼルスとサンタカタリナ間に就航し、ダグラス機を使った最初の民間航空会社となった。引き続き、アメリカ海軍と沿岸警備隊からの注文を得て、輸送、捜索、救難機として使用された。 アメリカ空軍も数機を購入し C-21、C-26、C-29 の正式名で使用した。個人向けのエアヨットとしても多くが売れ、ユーザーにはボーイング社を設立したウィリアム・ボーイングやチューインガム会社の創業者の息子のフィリップ・リグビーがいる。ウィリアム・キッサム・バンダービルト2世は内装を特注した2機を購入して、 彼が所有していたヨットのアルバを母艦にして運用した。アメリカ海軍はフランクリン・ルーズベルト大統領が登場するための機体として一機を購入した。結局、ルーズベルト大統領が登場することはなかったが、最初の大統領専用機となった。ありがとうございます。